はい、皆さんこんにちは、しもりーです。はい、ということで本日の動画なんですけれども、サムネ見たら分かる通り日本一になったこちらの男アニバーサリーで出ましたので、今回12球団オーダーで使っていきたいと思います。いきましょう、マキシューゴ選手リアタイで使ってみたい。はい、ということで今回ですね、アニバーサリー第2弾で登場いたしましたマキ選手をですね、12球団オーダーで使っていきたいと思います。選手見ていきましょう。弾道パワーヒッター、ミート80、パワー81、総力69、パワー型の選手でございます。適正的には C65 セカンドでございます。で、裏捨て ECB ということで、まあちょっとですね、補給が低いので、まあ、若干怖くはあるんですけども、まあギリ守らせられるくらいかなとは思ってるんですけど、まあ DH 代打の方がおすすめでございます。特殊力超広角打法、バイターか躍動ということで、超広角パワーヒモということで、まあパワーヒがですね、以前強化入ったことによってかなり強い、特殊能力になっております。今回牧秀悟選手でデスターシャオ、しっかりとデスターシャオ決めてえなと、思っておりますので、そちら実現するべく今回牧選手使っていきたいなと、まあ思ってるんですけど、もう先に称号で同値いったら嬉しいな。はい、ということで今回2巻選手いるんで、まあとりあえず称号極意賞なしでポンポンいきたいと思います。勝利の下とかいらないんで、能力上がってくださいって感じで、さよろしくお願いします。はい、まあミスターフルスイングいいね、ミスターフルスイング、これはこれでいいね、これちょっといいかもしんないけど、もう一発いきます。いきましょう、フルスイングはナイス、フルスイングはいいね、最後能力上がってほしい。とりあえずあ、ミート自慢、これ同値じゃないわ、じゃん、同値やん、同値だけども、俺はフルスイングでいきてえなと思ってるんです。ミスターフルスイングでいきます。はい、ということでよろしくお願いいたします。1試合目のやっていきたいと思います。今回高校ですね、こちらの先発ピッチャーダルビッシュ有投手ということで、まあ守備の面ではマーキシュウゴ選手ですね、守備的性 C で補給がいいということで、まあちょっとですね、守備的性的に怖いというところで、まあセカンドゴロ打ってくれたら嬉しいなということで、まあそこら辺のエラーあるのかないのか、65、64ぐらいですね、60代中盤の方結構いると思うんですよ、守備的性で、そういう方を守備で守らせることはできるのか問題結構あるんですけども、まあちょっと正直なところ言うと、セカンドショートは B 適性欲しいかなって気にしますね、スタートから守らせるなら、後から守らせて、代打出して後から守らせるんだったら、まあまだ C でもギリいいかって感じするんですけども、初っ端から守らせるんだったらちょっと C 適性怖いかなっていう、まあ気はしてるんで、まあ個人的にはセンターラインですね、ショート、セカンド、センターは B 適性以上欲しくはあるかなっていう気持ちではいるので、まあ個人的にマキ選手ですね、まあDeNA 純正だったら全然セカンドで守らせるのとかもですねありだと思うんですけども、まあ12球団だったら正直最初はやっぱセカンド守らせるんだったら、最初菊池さん守らせといてからの、まあ代打からのセカンド守ってるっていうのがまあ一番いいかなっていう気はするので、個人的にはまあなんでちょっと守備は怖えなって、まあ守備でエラーしてももう目をつぶっていくしかねえなというところで、最悪のヒット、これね、引っ張り系がこれがあるこわっオッティーこわっ、まあまさかビビりましたね、 DeNA 日本一、誰が想像したのかっていうところありますけれども、まあ、劇的日本一ということで、まあなんかいろいろね、なんか日本シリーズじゃねえか、あれクライマックスシリーズとか、なんか優勝したチームにアドバンテージもっとつけた方がいいんじゃねえのかみたいな論争ありましたけれども、じゃあやんなくてよくねって思ってます。はい、ということで相手の先発ピッチャー今永投手ということで、これ DeNA 対決新旧でございます。はい、全出しいただきました、全出しいただきました、ステップチームマジで勝ち込みます。この全出しで、あと意外とフォームが打ちやすい、このフォームにね遠い感じ、いやーナイスボール、それはスライダーだと思った、まあまあここからここ、もっと下ね、もっと下で、今応援歌入ってない、適当に応援歌入れてきますって、これちょっと1試合目終わったら集中、寿司も行こうか、はい、見えてます、見えてますよ、こっから牧一撃かもします、外角も流す、ここ、ボール球ね、粘るね、俺粘るね、簡単には終わらんよ、俺は、ここ、ボール球やねゲーム、もう何をやったの、こいつ、マジで。何をやっとるんって感じ、こいつやりかしてる、もうやりすぎです今のは、うん、ボールの守るのはやりすぎ、あと意外とスプリットチェンジ落ちるな、想像より、あ、ダメ、
うん、ダメです。ちょっと一撃かまします、ここ。ちょっと集中しようぜ、マジで集中しようぜ、まあ、裏だから2打席目多分回んないと思うんで。いや、ナイスボール。いけたわ、今絶対いけた、今集中。はい、ナイスボール。はい、村上メイボール。この応援歌の中で打つしかないし、村上で宗隆として、いや、ボール、やさす、カービィはミスター、ヒットだけど賞味、いやーかかってないな、今チェーン、ありがとうございます。今ホームランいけたな、多分飛ばしで、よーし、あ、入った、 OK、 セカンドちょっと、よし、 OK、 しょセカンドマキシュー、ホーム。これは守らせられるかなって気にしますけど、2打席目いきたいと思います。はい、ということでよろしくお願いいたします。2試合目のやっていきたいと思います。今回も高校でございます。先発ピッチャー伊藤智仁投手ということで、なかなか先行引けねえと。でさっき守備もなかなか良かったんで、結構なね、ナイスプレーしたんで、ワンチャン守備もいけるかなって気するんですけど、まあ今回2試合目以降は飛ばしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでバッティングいきたいと思います。相手の先発ピッチャー上沢直之投手ということで、ぶちかみはします、全出しお願いします。先ほどと一緒で、さあ1番牧いこうか。はい、いいね、パーフィー悪道、よーひんくらマイナス1、通信もスープ初級か、初級は何で来るか、はい、よいよ、それはいらんす、それは一体いらんす、広角出てないんですけども、集中通信もスープ、外角攻めだね、広角出てないからって。ただパワー91なんで、ね、ホームランいきますけど、ここはいらんよ。さあ通信も来いよ、甲子園ちょっと見づらいんだけどね、ボール集中、通信も来い、カーカー、ビッグマイマーキーさん、な一撃、これが、ま、これが日本一の男でした。日本一の男はやっぱ違います、格が違うんで、やっぱ日本一は OK、 はい、実況かよいしょー、スピリッツさん400は、あ、400で700は外、はい、ありました、弾丸レーナー、ありました、まあささっと選手いきましょう。はい、ということで続いての試合いきたいと思います。相手の先発ピッチャー藤井浩也投手が先ほどですねデスター試合決めたんで、もう一発かましますミスタープロテイングの称号ついておりますので、最新かな、これは回転的に OK、 はい、よいよいよ、最新だよねこれ、はい、最新ですね、 OK、 でっけえ方張ります、集中、これじゃない方ね、これじゃない方を狙います、フォースラの方張ります、ストレートフォースラ集中、一撃ガガッ、うーん、ナイスバッティング、狙ってない方だけどもナイスバッティング、やっぱ牧選手意外とねホームベースから遠いってことで、ね、意外とね打ちやすいんで、まあ左信者の人もあの比較的打ちやすいバッターかなと思いますね、普通に。はい、ということで続いての試合いきたいと思います。相手の先発ピッチャー石川投手ということで、1番前前打水曜パワー96ミート85集中、さあ一撃かまします、ナチュシュかな、パーカーブね、ナチュシュツーシムか、ちょっと見ようか、一回ナチュシュツーシムスプリットパーカーブ、オッケーオッケー、強っ、球種強っ、まあ関係ないけどね、で広角出てるから、あの外角積みされても別にホームランいきます、はいよ、変化量はほぼないですね、はい、まあもう一発いきますよ、さっき一発打ってるんで、ここで、こいやー、縦貫通の変化量を曲がんねえのは知らん、そんなん知らん。はい、ということでよろしくお願いいたします。続いていきたいと思います。相手の先発ピッチャー則本とチーズバージョンということで、まあ、久しぶりですね、スプリットフォークで、あとスラーブカットとかかな、はい、ね、広角2種フォーク持ちですね、ぶちかまします、集中、ストレートも頭にだから集中、
完璧なこういうやつ、確信弾決まりました。これが牧秀悟ということで、打感なかなかいいです。皆さんも本当に使っていただければですね、かなり使いやすい選手だと思いますので、もう右信者は正直もう必須かなっていうくらいだと思いますので、アニマだった方はぜひとも使っていただければなと思います。ということでチャンネルの高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。初球